デトロハノイ事務所次長の小林です。主催者の一人としてご挨拶申し上げます。デトロは日本の政府機関として、日本と世界、日本とベトナム両国の貿易投資の促進のために日々取り組んでいます。まず、日本とベトナムの関係について、日本企業の動向についてご説明申し上げます。日本からベトナムへの投資額は、これまでの累積で、件数、金額ともに国、地域別で2位です。2019年には、 件数ベースで680件と日本として過去最高を記録しました。2020年に入ると新型コロナの影響により件数、金額ともに落ち込みましたが、2021年1月から5月になると大型インフラ案件や拡張投資により金額は前年同期比で5倍と回復しています。また、2020年のジェトロ調査によると、ウタラムシンスニケ企業の5割弱が今後1、2年にかけて事業を拡大したいと回答しています。 ASEAN 周辺国の中でトップ水準です。日本企業の投資意欲は周辺国よりもかなり高い水準を維持しており、新型コロナが収束すればさらに加速すると確信しています。しかし課題もあります。その一つが原材料部品の現地調達率が低いことです。中国は約7割、タイは6割となっている中、ベトナムは37%です。つまり、6割以上を輸入に頼ることとなり、 製造業にとってコストとリスクになります。コロナ禍でサプライチェーンの分断が起き、輸送費も上昇したことにより、日本企業は現地調達のさらなる向上を求めています。さて、ベトナムの貿易について、国、地域別シェアでは、中国、韓国、日本など、東アジアから輸入して、米国、中国、EU、日本など、世界市場に輸出する構造になっています。また、品目別シェアでは、 輸出は原油、魚介類、家具などが減少し、携帯電話、部品などの電気機器、コンピューターやプリンターなどの機械が増えています。日本との貿易も同様の傾向で、輸出では原油、魚介類などが減少し、ワイヤー、ハネス、携帯電話などの電気機器や衣類が増えています。つまり、国際分量がなされている品目の増加が見られています。スマートフォン、プリンターや自動車関連メーカーなど、日経以外も含めた、 外資系企業の進出に伴い、ベトナムが国際的なサプライチェーンに組み込まれていくことが考えられます。また、携帯電話、プリンター、衣類などの最終材の輸出と同時に、これらの関連部品の輸出も徐々に増加しており、部品メーカーも集積しつつあることを意味しています。他方、先ほど申し上げたとおり、ジェトロ調査では依然として日本企業の現地調達率は低く、部品メーカーの集積は十分ではないと考えられます。 今後、さらに部品メーカーが収,束収積していくためには、言い換えれば、その産業が発展していくために重要なことの一つは、企業にとってのビジネス環境がこれまで以上に整備されていくことです。なぜなら、その産業を支えるのは中小企業であるためです。大企業よりも人員体制が少ない中小企業が円滑に事業を進めていくためには、投資、貿易、人事労務などに関する各種の制度や規制の透明性が高まっていくことなどが重要となるでしょう。 本フォーラムではその産業の発展について業界団体、企業、国際機関の専門家から解説があります。様々な視点からその産業の展望について示唆が得られることと思います。本フォーラムがベトナムのその産業の発展に非常に重要な役割を果たすと、と話したきされております。ありがとうございました。